ああ、この辺いろんなお店があるんだね。何でも好きなものを食べていいって言われても目移りしちゃうな。あ、ミヤちゃんとミヤちゃんのお兄様じゃないですか。あら、リコちゃんだ。こんばんは。はい、こんばんは。お兄様もお久しぶりです。こちらに帰省されていたんですね。お兄様が遠くに行かれてからも、ミヤちゃんには以前と変わらずお世話になっているんですよ。お世話になってるなんて、そんなんじゃないよ。学校では一番の仲良しだけどね。確かにミヤちゃんと私は仲良しですけど、お兄様とミヤちゃんはそれ以上に仲が良さそうで、ちょっと羨ましいですね。私たちそんなに仲良しに見えちゃってる？はい、それはもうラブ、まさにラブって感じですよ。なんか照れるな。お兄様、実は私、ミヤちゃんからはお兄様の話をよくお伺いしているのですよ。ちょっと、リコちゃん？とてもかっこいいとか、頼りになるとか、いつもご自慢されていましたね。ああ、それは、離れ離れになってしまって寂しいとおっしゃっていましたが、今日はこうして二人でご一緒の姿を見て、私とても安心しました。その話はもういいから。そうですか、そんな恥ずかしがるようなことでもありませんのに。あ、いけない、もうこんな時間なのですね。もっとお話ししていたかったのですけど、私この後用事がありますので。そうなんだ、残念。はい、リコちゃん、バイバイ。はい、ミヤちゃんはまた学校でお会いしましょう。お兄様、次こちらにいらした時、ぜひ私にも声をかけてくださいね。それでは失礼します。あの子いつもあんな風にほんわかした感じの子なんだよ。で、お兄ちゃん、リコちゃんの後ろ姿ずっと見てる。もしかしてああいう感じが好みなの？え？違うの？本当かな。まあ別にいいけどね。どこがいいのかな。ね、見て、あのお店はどうかな。おしゃれで落ち着いた雰囲気のレストラン。よし、お兄ちゃんも OK ならあのお店に決定。早速行ってみようよ。